ははいどうもこんにちですよろしくお願いしますさあということで今回は洗濯契約書についての動画を撮っていこうかなと思いますはいということでございましてこの洗濯契約書ねいろいろな部分で話題になっているところでございますが、まあ、結構コメントでね洗濯契約書誰取るべきかとか、まあ、そういった動画を出してほしいっていうコメントもいただいてましたので今回動画の方撮っていこうかなと思いますでそのさっきねいろんな部分で話題にって言ったんですがそもそもね古内説っていうところも話題になってるんですよねあとは藤井投手ののね、えー、不具合のお詫びの 県っていうところでも大きくね関わってきそうな部分かなと思いますので、まあ、その辺りもねお話ししていこうかなと思いますであとはですね先日からスピリーグが開幕しておりましてこちらご視聴いただいた皆さんありがとうございましたそして会場にね足を運んでいただいた方もたくさんいて、まあ、全試合ね満席ということで、まあ、大変賑わっていたんですが会場まで足を運んでくださった皆さんも本当にありがとうございましたでこちらね見逃したよという方も相変わりの賞でエナチーの方がもらえる形になってますのでぜひよければね見ていただければという,ふうに思いますでそう あとこの動画を撮る前週末にですね、えー、チャンネル登録40万人の方を突破させていただきました、えー、最近登録してくださった皆さんそしてずっとね登録して応援してくださってる皆さんありがとうございます、まあ、これからもね変わらずマイペースに動画投稿していきたいなと思いますのでぜひ次は41万人そして50万人等とね進んでいけるようにまだお済みでない方はチャンネル登録そして高評価の方をよろしくお願いしますってことで早速本編どうぞ はい、ということでまずはですね今年は来ないんじゃないか説についての話からしていこうかなと思うんですけどこれなんで言われてるかっていうと周年のお知らせですねこのキャンペーンのお知らせだったりとか、まあ、あとはプレスリリース情報とかでその選択契約書付きのガチャ福袋についての話が出てないんですよねまあここがちょっと 言われてるところでであって、まあ、なんでここに出てないんだろうここにないということはイコールでないんじゃないかっていうね、まあ、話があるんですがまあ確かにこの可能性っていうのも全然なくはないと思ってますそもそも来ないっていう可能性も全然あるのかなとは思うんですけれども、まあ、ただ逆に考えた時にわざわざその周年福袋っていうエナジーを使う機会を失う必要があるのかっていうね運営サイドから見て、まあ、そこが引っかかるところで選択契約書をねその配ることがゲームユーザーにとって、まあ、有利が多すぎて運営にとって不利だっていう声もある あのかもしれませんが正直このゲームのバランス上洗濯機役所1枚配ったところで、まあ、さほど変わらんでしょっていうのがもうここ数年の流れも見ても思いますしまあずっとねやってる人ほどそういうところは感じるんじゃないかなと思いますだしまあそのためにねその福袋のために課金するぞって人もたくさんいると思うのでまあ僕個人的にはあるんじゃないかなとは思ってるんですけどまあもちろんねない可能性っていうところもあるとは思うんですけど僕個人的にはあると思ってるんでそのある前提でのねお話を今回していこうかなと思いますであとはですね藤井投手の件についてなんですけれども もう先日出している動画をねまだ見てないよという方はぜひ見ていただければと思うんですが、まあ、その動画のコメントとかでちょこちょこあったのが、まあ、好きな選手と交換ではなくてランダムミキサーみたいな。 まあそういった形なんじゃないかみたいな声もあったんですが、まあ、確かにねよくよく読んでみるとそう捉えられなくもない文章ではある、まあ、その可能性もなくはないかなと思うんですけど、まあ、僕の個人的な見解では、まあ、この文章を読んで任意選手との交換という風には受け取ってますでも正直ねこの仕様に関してはもう受付機関からもう詳細っていうところも後日お知らせしますっていう形でしか書いてないので、まあ、確定的な話は待つしかないのかなという風には思ってますはいといいとととうことですいませんちょっと前置きは長く なったんですが選択書で取るべき選手はということで本題に入っていこうかなと思いますまず前提として選択契約書はですね例年このタイミングで来る選択契約書っていうのはシリーズ1とシリーズ2両方が獲得できますただし選べるのは通常の選手のみでアニバーサリーだったり、えー、TS エキサイティング OB ととか特別レアリティっていうところは選択不可能になってます、まあ、この選択についてはね、プレイスタイル、マリア対目線とかリーグ目線とかで本当に大きく変わってくるので、その両面に分けてね、えー、各球団解説をしていこうかなと思います。でまあ、そもそもね、シリーズ1、シリーズ2、どっち取るべきなのって話なんですけど、まあ、そこはリーグを重視してるユーザーは絶対にシリーズ2を優先して獲得するべきかなと思います。まあ、これはもう言わずもがな、まあ、スピリッツが100高いので、どちらが長く使えるかって考えたときに当然シリーズ2。逆にシリーズ1はちょっとね、もうスピー 展開とかま、たリーーーグオーダーにおいてやっぱスピリッツが、ね、一番重要にはなってくるので、まあ、やっぱりどうしても、ね、早い段階でオーダーから外れてしまうというところがありますねで逆にリアタイを重視しているのであればシリーズ1ンを取るのもありかなと思っていて、まあ、これは何でかというとやっぱり特殊能力の問題だったりとかスピリッツ以外の、ね、部分で球種、まあ、だったりとかそういったところでの、まあ、強さというところがやっぱり大きく、ね、影響してくるので、まあ、シリーズ1ンを取るのもありですよという感じですで、まあ、今回の解説はあくまでも現段階で登場している選手のみでのお話になりますので この後登場する選手とかによってはまたね、環境は変わってくるかもしれません。はい、ということで、えー、見ていきましょう。まずはヤクルトからです。はい、ヤクルトはリーグ勢向けの獲得候補は、やっぱりまず1人目が村上選手、そして松井、まあ、で清水選手かな。まあ、ここも強いて言ってっていう感じであるんですけど、まあ一応ね、こちらの中継ぎで9位、19がいけるっていうところでは、まあ、リーグにおいてね、 ヤクルトの投手が、投手枠でヤクルトを埋めたいっていう方にとってはありかなっていう感じです。で、逆にリアタイ勢向けの獲得方法としては、やっぱりこのね、村上選手は当然入ってくるんですが、あとはシリーズ1でサンタナ選手ですね。はい、こちら、この間ね、動画出してますので、よければまだ見てない方は見てください。で、あとはもうね、この間のスピリーグでも大活躍だったんですが、サイスニード選手ですね。まあ、こちらは12球団の方向けっていう感じかっていうよりかは、まあ、純正の方で取れてない方はっていうような感じになるのかなと思うんですけど、 まあ大会ルールとかだとね、結構面白い投手だなと改めて思ったので、獲得検討してもいいのかなと思います。続いて阪神です。阪神はリーグ勢向け獲得候補1人目がこちら青柳選手ですね。まあほぼもうここいったかな、阪神はと思ってます。で、リアタイ勢向けで言うと、まず1人目がアルカンタラ選手。もうこちらもう対談が決定してしまったんですけど、リアタイにおいて阪神純正のね、リア隊投手に特に中継がね、なかなかいないっていう状況で、 まアルカンタラ選手は、まあ、間違いなく1枚には入ってこれる選手の能力なので、まあ、この先もね、リアタイで使い続けるっていう純正の方多いんじゃないかなと思います。まあ、あとは伊藤選手ですかね、まあ、ここも取れてないっていう方は取りに行ってもいいかもです。続いて巨人です。はい、巨人は、リーグ勢向けの獲得候補として、シリーズ2はね、あんまり正直、まだ出てません。で、シリーズ1にはなるんですが、まあ、坂本選手、がの選手だったらですね、まあ、この辺は当然やっぱり、候補にはなるのかなっていう感じです。どうしても巨人枠がいなければって感じですかね。で 屋台勢向けはね、本当にもう12球団でナンバーワンの候補がいまして、まずはやっぱりビエラ選手、こちらもね、ちょっと対談がどうなのかっていうところで言われてますけれども、もしかしたらここが獲得のラストチャンスになるかもしれない。であとは、まあ、メルセデス選手ですね、ここも、えー、最近話題になってますけれども、まあ、動くストレートとツーシームの投げ分けだったりとかっていうところが強いですと。であとは高梨選手ですね、まあ、ここもやっぱりもうずっとね、このシリーズ言われてますけれども、強いんで、まだ取れてないよってい方は取るのもあり。 まあ,あとはシ手で坂本選手とか岡本選手とかは言わずもがな強いですね続いて広島です広島に関しては正直ですねリーグ勢向けの獲得候補は該当者なしとさせてもらいましたまあ大瀬良選手がマリかなとは思うんですけど大瀬良選手もねこのシリーズ2のものが同値がね全同値っていうところがいけなくなっちゃったのともう9位が A 乗らないんでまあ優先度は落ちるかなと思いますねでリアタイ勢向けの部分ではやっぱりまず坂倉選手こちらはですねこのシリーズ2のものがもしかしたらかなり最強なこの先見て 最強になる可能性があるかなと思ってて保守が消えてチャンスがついたんですよねなんでまあ、打席立たせて使ってるよっていう方は当然やっぱりここが今までの坂倉選手の中でも最強と言えるかなと思いますでまぁ、あ、あとは堀江選手かなまあ、シリーズ1ですけれどもまあ、ここも当然強いかなと思います続いて中日です中日はまず1人目リーグ向けがこちら大野選手ですねまあ、こちらは全道地がいけるというところで、まあ、アニバーサリーでも出ないですしセレクションが取れてないよという方とかは取りに行ってもいいかな、まあ、あとはビシエロ選手ですかねまあ、こちらもねミニトへ乗らなくなっちゃってるんですけど まあどうしても中日枠困ってて極みにできるのがビシエロ選手ぐらいしかいないとかってなるとまあ当然候補には入ってくるかなと思いますねであとはリアタイ勢向けの部分で言うとアリエル・マルティス選手こちらはねあんまり使ってる方多くないかなと思うんですけど、まあ、対談になってしまったっていうところで中日純正にとってはね、まあ、この先長いことまだまだ必須になるんじゃないかなと思うので、まあ、取っておくのもあり ま、12球団オーダーでもね、外国人のキャッチャーの選手とかっていうのはいないので、まあ、結構面白いオーダーとか、こだわりのあるオーダーを組みたいっていう方とかはありかもしれないですね。まあ、あとはビシエロ選手だったりとか、高橋周平選手もね、あんまり使ってる方いないんですけど、ライドラの広角で、あと実はショートもいけるっていうところでね、個人的にもちょっと欲しいんですよね。続いて DNA ですさ DNA はリーグ勢向け獲得候補は該当者なしとさせてもらいました。まあ、ステタス自体ね、強い選手は何人かいるんですけども、まあ、リーグで使うんであれば、やっぱりそれこそ筒郷選手が。 まあこの辺りの OB とかワールドスターとかっていうところが強いのかなっていう印象ですねでリアタイ勢向けの獲得候補としてはやっぱりまず外選手ですねアーティスト合格であとは純正向けの話になりますけれども京山選手はまあ純正どうしても取れてないよっていう方は取っておいてもいいかも まあ本当にね、DNA の投手とか、球種が目まぐるしく変わるんで、このシリーズものを取っといたらよかったってなるパターンが結構ありがちなんですよね。続いてオリックスです。オリックスリーグ勢向け獲得候補はこちら、吉田正尚選手です。まあこちらも挙手が注目されてますが、まあやっぱりリーグにおいて今シリーズ2で出てるラインナップだと吉田正尚選手一択かな。で、リアタイ勢向けのところで言うと、山本由伸選手ですね。やっぱりまあここは強い。あとは山岡選手、吉田正尚選手といった、まあいつも通りのラインナップかな。続いてロッテ、レスタイロッテもリーグ勢向け ななととところで言うと該当者はなししさせてもらいましたシリーズ2はちょっと正直ねそこまで必須級のリーグ的に使いたいっていう選手はまだ出てないかな、まあ、どちらかというとそれこそ OB であったりとかっていうところの方が、まあ、リーグ的には今強いかなでリア体制向けなところで言うとまずはこちら東条選手かなここはね12球団オーダーでも使う方が出てきてもいいのかなとは思っていて特に大会ルールとはとかなり強いかなまた石川選手っていうところなんですけど石川選手もね実はこのシリーズ1からかな えー、球種が1個減っちゃってる。横変化が1個減ってるっていうところがちょっと辛い。続いて楽天です。楽天リーグ向きはこちら、田中正宏選手ですね。まあこちらはアニバースリーでも出てるんで、そこ取ってる方は当然、えー、取る必要はないかなと思うんですけど、まあセータスがね、やっぱりオール A で、えー、全土値がいけるっていうところは当然強いです。で、リアタイム向きの話で言うと、まずやっぱり松井裕貴選手。ここはね、中継ぎ抑えっていうところで、まあ何枚あっても困らない投手。で、タイプ的にも、まあ唯一無二と。で、あとは、あんまり使ってる方見ないんですけど、滝中選手とかは、えー、面白いかな。 まあ超大ピンでこの吸収数で中継ぎもいけるっていうところなんで、まあ、楽天純正の方は特に必須ですねでも、まあ、あとは、まあ、マー君かな、まあ、マー君もね正直シリーズ2去年のシリーズ2のものが最強だと僕は思ってるんですけどまあリアタイ的にもまだまだ強いとで続いてホークスですねはいホークスはリーグ向きまずは1人目柳田選手も、まあこ,こは言わずもがな強いです あとは、マ、ま、タよ選手ですね。はい、こちらは、九世紀がデフォーから同値で、昇午試合では永遠に持っていけるというところで、セレクション持ってなければかなり強いかなと思います。であとは、リア体戦向けなところで言うと、まあ、柳田選手、千賀選手あたりのね、まあ、いつも通りのラインナップはもちろん強いんですが、まあ、あとはそれに加えてシリーズ1のモイネロ選手であったり、ま、あとは藤井選手ですね。まあ、ここも、弱体化は入ったとはいえ、僕は普通に強いと思うんですよね。 12球団ガチガチのオーダーの中でどこまで順位的にね、上に入ってくるかっていうと、まあこれから慣れてくるユーザーとかもね、どんどん増えてくるんで、まあ少しずつ落ちていくのかなと思うんですけど、まだまだ不得意な、えー、ユーザーは多いんじゃないかなと思います。続いて日本ハムです。さ日本ハムはリーグ向きのところで言うと、やっぱり和沢選手かな。はい、ここはもうデフォから9位スタミナが同値で、正午してでは AA がいけるというところで、まあ日本ハム枠、投手が欲しいっていう方はありかな。まあただ今後ね、投手の大谷選手とかワールドスターのまだ出てきますし、あとはセ レクションのダルビッシュさんもね登場確定しているので、まあ、この辺は、まあ、そこをね狙う方はまだ置いといてもいいかなっていう感じですリアタイゼ向けなところで言うとやっぱり宮西さん和、えー、わ,さわさん堀さんここね堀選手も超大ピンなんでここかなり面白いんですよねまた純正的な目線で言うと石田恒成選手がもうこのシリーズのものを僕は普通に強いと思ってますね あとはアルカンタラ選手も、まあ、特殊能力がね、まだシリーズ2判明しないので、まあ、ここは取っておいてもいいかもしれないですね。で、ラストがセーブです。はい、セーブはリーグ向きのところで言うとシリーズ2で出てるところで森選手ですね。はい、まあ、こちらも挙手注目ですが、打てるキャッチャー、キャッチャーでのこの能力で一つもしやすいって意味では、ナンバーワンかなと現役選手の中ではもちろん思っています。で、リアタイ向きなところで言うとやっぱり岡割わりくん、えー、あとは山川選手あたりが強いかなっていう感じなんですが、まあちょっとね、スピリーグとか見てても、ー 投資がきついなっていうのを特に本当にねもう感じましたね、まあ、今年ねリリーフ陣、まあ、それこそ水上選手平選手あたりもめちゃくちゃ成績素晴らしいですしっていうところであるんですけどまだ強化がねそこまで間に合ってないのかなっていう印象ですねはいというところで以上12球団見ていったんですが、まあ、最終的にはね結局この中で、まあ、自分の手持ちだったりとかオーダーバランス次第でその枠に合うね補強ポイントに合う選手を取ることが一番かなと思いますので、まあ、今回の候補を参考にしていただいて自分のオーダーに当てはまるの どんな選手なのかっていうところをね考えていただけるといいかなと思いますはいということで今回は今後ね来る可能性のある選択役所についてのお話をしていったんですけどもいかがだったでしょうか是非少しでもね皆さんの参考になっていれば高評価とチャンネル登録をしてい,っていただけますと僕もね動画とのモチベーションになりますので何卒よろしくお願いします早ければ明日それこそイベガチャの動画の中で僕は明日って予想してるんですけど 明日ねガチャ更新が来るのでそこの更新にも注目ですということでぜひ、ね、皆さん洗濯キャラクションもし来たら誰弾くか等々ととコメント欄もね書いていただければと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました